早川&太田、仲直り。仲直りの一勝だ。楽天早川隆久投手が、9回127球、6安打8奪三振1失点で約3年ぶりに完投。9回2アウト2、3塁、145キロ直球で田村をライトフライに打ち取ると、マウンド付近で太田光捕手と抱擁を交わした。早川は、球数も少なくいきましたし、ゲーム前からいいミーティングが光さんとできた。そこも良かったので、テンポよくいけたのかなと思います。今季最多12得点での3位浮上を演出した。一時はバッテリー間に亀裂が入った。前回、登板の4月19日西武戦。太田と組んだ早川は3回までに5失点、4回から相棒が石原に変わると7回まで無失点と復調した。試合後には、自分は要求された球を投げた感じですと太田のリードに不満を漏らすような発言をしていた。もともと翌週の登板予定がなかったことから登録抹消され、この日が2週間ぶりのマウンドだった。早川は西武戦翌日を含めて太田に2度謝罪し、自分の考えをすべてぶつけた上で、もう一度組ませてほしいとお願いし、太田も心よく受け入れたという。二人で上がったお立ち台で太田は、僕は取るだけで、早川が初回からいいボールを投げてくれて、いい結果になりましたと左腕を称賛。早川の良さを一番わかっているのは僕だと思いますと胸を張った。楽天は借金を1まで減らし、勝率5割、貯金生活も目前。2勝目を挙げた早川は、もっと太田さんと勝ちを積み重ねていけたらと思います。5月は連勝発進。開幕投手を務めた者としてチームを上昇気流に乗せる。前回の発言はプロとしてどうなのかと思ったが、こうやってもう一回やり直してきっちり勝つのはプロだな。早川も今回のデコリ太郎。チームのローテーションの核を任される投手がああいう三流発言をメディアでしてはいけない。早川の問題発言は知ってたけど、太田の方が先輩だったとは知らなかった。それはやばいし、無事に仲直りできてよかった。思うようにいかなくて愚痴が出るのはわかるけど、他の選手を軽んじるような発言はやめてほしい。ゲームに負けるより気分悪いし、情けない。本人たちで済む話をメディアがでかくしただけ。踊らされず二人とも大人だったね。素晴らしい。発言後の対応が良かったんだね。太田も今日抑えてくれて安心したと思う。相性問題を解決させ、仲良く爆笑してほしいものだ。発言が大ごとになったから、後付けでわざとらしく関係修復図って、もなあもうこの人の人間性は分かった気がします。何気に3位。